では11レース青龍賞1着になりました静岡の深谷天博選手です。1着おめでとうございます。前からのレースになりましたけども作戦はいかがでしょうか。まあ、取れるなら前でしょ。渡谷選手がその先行する形になりましたけども光はいかがだったですか。うん、強かったです。ご自身、初日と2日目知られまして昨日お休みだったと思うんですけども感覚的なところは変わったりしてますか。まあ、1日休めたんでそれは良かったです。まあ、準決勝なんですけども、まあ、並びの方でも合格にされました。先頭で、はい、先頭で、はい、分かりました。では、準決勝その後のレースに向けて意気込みをよろしくお願いします。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。